い、皆さんこんにちは。着物節チャンネルの石田節子です。はい、本日は、ね、後ろにもちょっと並んでるんですけど、はい、雨の日にどんなもの着たらいいのっていうお問い合わせもすごく多いの ですよね、はい、それにちょっとお答えするべく、はい、多少ですが雨ごとのご紹介と、あと着物のご紹介も、うん、あと長襦袢のご紹介もちょっとしてみたいと思っております。はい、はい、今回はちょっとそういった紹介で、はい、ね、次回はね、次回小物とかね、グッズとかもね、紹介しますよね。そうなんです。雨の日対策をちょっと前半後半という2回に分けて。そう。今もね、今撮ってるのはこれ5月なんですけど、はい、もう梅雨に入ったかなぐらいの雨の模様なので、ね、はい、まあ雨ごととかそういうのでも楽しんでいただけるようにと思っております。はい。はい、そんな雨の日のね、はい、コーディネートを節子さん今日ちょっとご紹介していけたらと思ってるんですけど、はい、こちら節子さんのコーディネートは、あ、私ね、はい、あ、私はですね、つむぎの福原さんの大島の、はい、夏大島なんですよ、うん、これ大好きでよく夏になると着てるんですけど、やっぱ大島はね雨に強いの、おっしゃってましたよね、絹なんだけど、はい、でしかさらに一重ですから、うん、合わせのなんていうのズレも出てこないの、ね、うん、だから割と私はまあ後でちょっと別の素材もご紹介しますが、はい、大島を着ることが多いです、うん、はい、なのでそんなこの何ていうのこれ島なのね、大きい島、はい、この島の色が気に入ってるのだからこういうのを着ておりますね、素敵で、はい、はいはい、で、それに合わせた帯がルナちゃんのリクエストですね、これはこれ締めてみてって言われたから、黒って言って、でこれ実はね後ろを向きますが、はい、でこっちはねトンボとこれがほら、なんだっけ、水辺に生えてる、なんだっけな、あ、なんとかっていう、はい、特さじゃなくて、なんとかっていうありますね、見るな、はい、で、そういう刺繍なの、うん、で、これね、昔、池田に勤めてる頃に、はい、刺繍をやってください、山本さんって方がいらっしゃるんですけど、はいはい、その方がね、もう石田さんにあげるって言ってこちらは2本いただいたの、うちの1本で、その方が刺繍した、もうだから本当に、いつもお使いに出されて、うん、刺繍頼んできてって言って、うんうん、で、山本さんって言って、いつも言ってその方にいただいたので大事に使って、なるほど、はい、でもなかなか締める機会がないので、じゃあ、ね、よかったです、セレクトされてね、はい、ありがとうございます。帯留めとか、帯留めはね、はい、水辺の模様でよくほらこう水辺になんていうの、なんだっけ、これ彫金なんですけど、はい、アンティークなんだけどこうよくこういうなんか垣根みたいな、垣根っていうか藁なんだろう、ね、ああ、なんか、はい、よくあるんですけど、ああ、忘れちゃった。調べてこなきゃいけなかった。ごめんなさい。よくある、こう、もので、はい、そこにこう、せき止められるっていうか。あ、そっかそっか、ゴミとかなんかそういうのが、ね。そうそうありますよね、そういうこと、はいはい。そういうのが竹でできてるやつを表現してて、はい、この水玉っていうか、こう水の感じが、真珠が入ってるんですよ。はい。だからなんかこう、そういう水辺の感じをここの周りでちょっと出してる。出してるってことですね。で、この色も、だからちょっと、濃い水色にしてみました。はい、アクセントに。いいですね。はい。で、センスも、はい、こういうことね、あとで出てくるんだけど、先に見せちゃうと、ほら、雨が降られてる、走りがっぱっていうのこれ。で、これが、すだけという、はい、ちょっと竹の中でも、こう、一回ちょっと置いてあるから、うん、ちょっと高いんですよ、骨が。はい。で、そういう、なんか、あ、雨降っちゃったって、カッパが、こう、すすきの、なんだけどね、はい、持って走ってるとこ、うん。はい。っていうのが、センスに持ってきてみました。で、帯揚げは、ちょっとこう、色を。お。ほら、私にしては珍しいでしょ。確かに。帯揚げあんまり来らないんだけど。そうですね、色は。はい。エリヒデさんからいっぱい入ったんですよ。素敵な色合いの。だから、なんか面白いから、3色。いや、珍しいですね、確かに。はい。入ってて、ちょっとほら、色味がないから、入れて、そこに。はい、入れてみました。なるほど。チラッとしか見えないんですけどね。はい。という、はい、帯揚げになっています。うん、半襟だね。半襟が、アンティークなんですけど、ちょっとポップにしてみました。はい。はい、夏の花草花の、うん、刺繍でいいですね。はい、はい、ということで、じゃあいよいよね、はい、ちょっと後ろですけど、はい、ここにね、後ろにカッパがいるんですね、はい、かわいいよね、かわいいですね、ね、昔こういうおしゃれなものがね、その図案をその方が描いて、はい、結局刺繍したわけですよね、うん、まあ、楽しいよね、いいですね、刺繍ね、刺繍ね、はい、という、なんか、コーディネートでと。はい、コーディネート。雨の日ね、はい、カッパ。はい。いいですね。ちょっとそういうところに季節感を感じるとこが、うん。で、私、たまにここに、キュウリとか置くのよ。で、カッパはほら、キュウリが好きだった。確かに。キュウリの帯留め持ってんの。すごいな。そうすると、それはそれで面白い。面白いですね。はい。あと、ほら、虫かごを使った時も、はい、
ほら、餌がキュウリだから。はい。うん、なんかキュウリやると面白いんですよ。夏はキュウリね。いいですね。はい。そんなね、予想をちょっとじゃあ今日、後ろにあるね。そうですね。長島も含めて。あと長島も忘れた。雨の日ちょっと工夫されるんですよね。うん。で、私の場合は、これほら、前も着てたと思うんだけど、はい、おじやのあの、訪問着だったの。うん、おじや、朝の、はい。で、それを長襦袢に直しちゃって、うん、本当は白のが綺麗かなと思ったんだけど、うん、色もチラッと入ると綺麗だから、うん、これね、だから、こういう、ちょっと見せますけど、裾なんかまくっちゃって。うわ、素敵な。ここがね、付け下げになってたの。はい。うん。だけど、あの、それを長襦袢にしちゃったから、うん、はい。見えないんですけどね。見えないところのおしゃれ。いいですよね。はい。はい。そんな形でね、はい、今日はこの後は雨ごうとそのあたりをちょっとご紹介できればと思いますので、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします。はい、それで今のシルクをちょっとかざしまして、はい、こうまあシルクはかけてあったからそのままなんですが、両端にちょっとあの先生たちからね、うん、そうですよね、あのちょっと凝った雨ごうとをお借りしたので、あのちょっと並べてみました、はい、で襟の形がまあいろいろあるんですね、雨ごうとも。で、私はこういう形が、あの、道中着仕立てみたいなのが好きなんですが、うん、襟に沿うから。そうですよね。うん、こう沿うんで。でも昔はこう、道行きタイプっていうのがほとんどだったんですよ。うん、よく本とかで見てますね。そうそうそう。あの、お皮膚襟って言うんだけど、はい、ここにまた襟がつくと、こう、天女中さんがよく着てたでしょ。ああ、確かに。ああいうの真似て、こう、まあ、こういう作り方が戦後流行ったので、はい、みんなこっちに統一されちゃったんですけど、はい。はい、それの、これはその、そういうタイプですね。うん、で、これをお借りした島で、これはね、あの、白剣じゃなくて、雨郷土用素材っていうのがあったの、昔。あ、そうだったんですね。うん、それで、雨郷土用に作る。はい。だから、あの、雨にも強いっていうね。素材で。素材です。絹ではないんですけど、はい。そういうのをちょっとお借りして一つ目ですね。こういう、こう、襟の形。いいですね。道行きタイプ。あの、はい。道行き。はい。で、こっちがですね、あの吉野館通りで折った生地を、はい、あのこれも先生ね、あのがあの持ってらして、うん、まあお好きな方よね、本当に山ごとまで凝るっていうことは。そうですよ、はい、でそれをわざわざ着物地をスコッチガードって言って、はい、雨に強いあのガードをかけちゃって、うん、であの道中着にこう仕立てて、道中着仕立ての襟になっております、うん、でこれで着てる感じで、中はみんなこう中に2つ留められるようになって、はいはい、必ず2箇所、はい、で、2箇所で留めて、下もね、うん、裾が広がらないようになってるんですよ。ちゃんとそういうふうになってるんですね、はい。はい。それで外側のこういう飾りも、まあ、何がいいって言って、ジャッとさっぱりがいいんだけど、いろいろその仕立てる方によって、技術を持ってらして、はい、こういうのにしようかなとか、やってくれるの。うん、なるほど。で、あの、まあ、これはこういう形の花みたいな感じになってますね、紐、ね、うん。はい。別につける方もいらっしゃいます。ああ、はい、なるほど。はい。で、これがもう、そういう雨棒。うん、で、もう一つこちらですね。こちら行きましょうか。はい。で、こちらは、あの、この間、あの、大島ご紹介しましたよね。はい、大島のあの、やたら島、はい、だっけ。私はザザンザ折りってよく言ってるけど、はい、それの着物地を、実は、コートにしちゃってる、ね、ここに講師の先生の、はい、皆さんおしゃれなんで、はい。はい、それをスコッチガードかけて、あの、雨ごうとにしました。で、ここもやっぱ、二つつけていただいて、そうですよね、で、ここがね、ちょっとほら、さっぱり系の、結び分みたいな、うん、あのここでもね雰囲気が変わるの、はい、うん、でこういう作り方にしてあります。なるほど。でこういうのもあのももちゃんと話し合いながら腰の仕立ての、はい、こっちがいいよねみたいな、うん、あの人だったらこういう方がいいよねみたいな形でやらせていただいて、はい、はい、いいですね。大島もね、そうなの、大島がね一番ね、あのなんだっけ、着物で雨コート作るなら大島が最一番。なるほど、はい、はい、でこちらも男物のほらあの日光の、ね、はい、うん、あの大島なんですけど、こちらもあのこっちはあこっちもこれと同じにしたんだ、同じ先生だった。あ、なるほど。本の中でこういうふうに、うん、中もこのようにして、付けさせる。いいですね、うん、まあ着ない男物とかをこういうふうにコートにしちゃうっていうのもありだと思います。はい、スコッチガード、ガードかけて、うん、はい、というこの4つを今ご紹介したんですけど、はい、襟のね形もいろいろあったの昔は。そうですね、もっとこう U の字とか本当にあったんだけど、私ねみんなね、あげちゃって見てた持ってたんだけど、あとシャノコートマンのシャノアマゴート、シャノ、シャ、あの夏はシャなんですね。まあまあまあ、素材的にはそうですけど、今そこまでやる方が少なくなっちゃったんで、はい、あの持ってたんだけど、それ裏表が色が違うの、素敵だったんだけどね、おしゃれだな。あの校舎先生にあげちゃったりしてるから、はい、ないのよね、私が。校舎先生持ってきてください。あ、ね、ほんと
次があのね、さっき車って言ってたじゃないですか。はい、言ってましたね。あったのね。あったっていうか、これあのアップルコートって言ってメーカーが作ってる雨具なんですよ。はい、であのサイズ通りに仕立て上がってて、S、M、L とか LL とか、はい、それで大体着てもらってこのサイズでいいねみたいな、うん、やるあの出来合いがあるの。はい、それのこれ夏バージョンで、うん、たまたまあのポーション先生が持ってまして、あの持ってきてくれたの。シャノンね、すごいね。シャノンだけど、私が持ってたのは絹のシャで、もっと粗いの。だからもっと透けるの。でそれだと、まあ、昔はほらこういう素材はなかったから、ね、そうですよね、うん、絹をこうスコッチガードかけて、うん、あと舞妓さんはね、ちょっと話が飛びますけど、はい、舞妓さんは昔ないでしょこういう素材が。あ、まあ、じゃあ何を着てましたか、はい、舞妓さんの雨具と。確かにさあ何でしょう、ね、ねえ、それは確かにそうですね。あ、くるめがすり。そうなんですか。木綿を着てたんです。あ、木綿にここに 黒のベルベッチンの襟をつけて、はい、でここ瓶付けあるところがあるから、汚れないように、はい、でここだけ前立てにこうやって黒をつけて、ここは全部クルメガスリの木綿を、紺の木綿を着たんですよ。でなんでかなって思ってたの、はい、なんで木綿着てるかって言ったらなかったんですね、はい、木綿は濡れても大丈夫ですけど、その絹は濡らしたくないですよね。だから木綿だ。なるほど。だからそれをね、真似て考えたら、うん、池田のお客様が作ったことがあった。へえ。クルメガスリにここ、ね、あの黒のベチンつけて、ベチンか、うん、あとはあのシュスつけてねって言われて、うん、作ったなと思って思い出しました。いやいや、ありがとうございます。はい、ぜひ皆さん、舞妓さんが雨の日に着てるレインコートを見て、ね、気になりますね。はい、ね、はい、見てみてください。はい。で、そして、そうですね。あ、それで必ず袋がついてるの。これ、あ、だからとても便利。くるっと畳んで、シワにならない。はい。はい、ということで、もう一つ、こちらがね、はい、普通のアップルコートです。うん、はい。なので、私の、これは私なんで、丈がちょうどにできてますけど、あの、こういうふうに、やっぱり結ぶような形になってて、はい、まあ、これ、楽なんですね、軽くて。うん、あの、くるって丸めても全然シワにならないから。はい。だから、私も、めっぽうこれになっちゃって、で、持ってないっていう。なるほど。すいません。なので、これもいろんな色がありますので、うん、お顔写りがいい色を選びになって、うちでもいくらでも言っていただいたら取れますので、うん、はい。で、丈は見させていただきます。そうですね。はい、これちょうどね、落ち着けますもんね。そう。で、丈がね、合わないって場合は、はい、短くしたりすることができるから、うん、はい、そういうので答えをして。なるほど。はい。で、こちらがですね、上下分かれてるタイプ。二分式の雨具という、はい。で、こっちがこの腰巻き。こうやって腰に巻いちゃうの。なるほど。下は下で巻いて、で上は上で着るという、はい、なんかよくあのお茶のお水やりでちょっと気が跳ねるときにこれだけ巻いちゃう人もいる。なるほど、なるほど、うん、あの後ろで陰立てするから、はい、だからそういうのにも便利というので、まあ、こういう二分式も出ております、うん、はい、ということでご紹介ですね。はい、あとね、最近すごく需要が多くて、うん、あの、まあ、うちはよく朝をおすすめするんですよ、ね、洗えますから。でこれね、洗える襦袢で、はい、あのポリエステルとレーヨンが混ざってて、うん、そのレーヨンの部分に竹の繊維を練り込んでなどあるので、すごく爽快なのよ。だから爽竹、爽竹っていうんです。今ね、すごく人気で、はい、あの着てても私も持ってるんですけど、はい、すごくサラッとして、うん、あの汗も吸収するし、とてもやっぱりこれも通れなの。気持ちいい。やっぱりそういう意味では気持ちいいです。なるほど。で、あの別に紬でも柔らかものでも両方に着ていただけるので、うん、結構人気が高いですね、今は。はい。どうしてもね、やっぱ梅雨の時期とかって蒸れますもんね、雨とか、ね。そうなの、そうなの。暑いのよね。うん、で、ジメッとしちゃうからね。はい、だからそういう意味では、あの、ソウタケ着て朝の着物着る方もいるし、ソウタケ着て着ぬもの着る方もいるし、はい、まあ、シルクに合わせる方もいれば、うん、だからそういう意味でとても便利な襦袢の生地になります。はい。はい、あと最後に、はい、やっぱ皆さん疑問に思われるみたいで、うん、あの裾が濡れちゃったらどうしましょうと、うん、まあ裾も合わすんですけど、あの中も濡れることがあるので、うん、ちょっとその着方をささっとやってみますね、はい、でここに私のあのアップルコートが愛用の、はい、これがあるんで、これをまあ後ろから前、ここでまあ下がほらつかない方がいいんだけど、うん、あのなるべく下がついても大丈夫なところで着ていただいて、はい、ね、あの袖を入れて、はい、で、こう、ここまで同じコートの着方と、はい。で、ここから、実はこう、壁際の方に向かっていただきたいんだけど、見せたくないじゃない、あんまり。はいはい、皆さん、ここを、
上げてほしいんですよ。で、ここに帯の間に入れるか、うん、もしくはその帯締めに挟んでいただいてるの、はい、で、落ちてこない方がいいの。で、ここを上げてしまうと、こういうふうにこうなってるんですね。そうそう、まあ、綺麗に上げると綺麗だけど、また落とすときに、で、これをこう中に綺麗に入れてしまうか、はい、クリップをよく使う方もいる。なるほど。で、クリップでこう止めちゃう方もいる。だから私は持ってかないから、はい、ここに入れちゃうんだけど、うん、入れてこのままにすると着物は濡れないの、はい、うん、これ意識やってついてますけど着物は濡れないので、で、またこれでこう着ていきますね。ちょっとだけね、こことここを適当な、ここもね、もあるですね。そう、2つ下が開いちゃうから。ああ、なるほど、うん、だからで、ここは1つだけなので、これもあんまりきつすぎてもほら、歩きづらいから、か自分の目安で、あの、なんていうの、幅は決めてください。なんかこうなってたんだ、はい、はい、で、こういう風になってて、そうよね、ケビン知らないよね。ちょっと女性なんだよね、女性わかんないもんね。で、これで、あの、後ろも、まあはい、ちょっと裾つくぐらいがいいんだよ。あの、そうじゃないと濡れちゃうから。どれとか、うん、だから、ちょっと長めの方がいいんです。わかりました。で、草履履くじゃん。はい、そうですよね。だから、草履にかぶってもいいんだ。うん。という形になります、はい、で、こういう風に着て脱ぐ時も、あの、こちら向いて、脱いでいただくと今すぐできますね。壁の方を向いて、で、これを落としていただくと、はい、で、これで脱げます、ね、という形ですね、はいはい、というと、もう人に見られずに、はいはい、いけるといいですよね、はい、で、足袋も、あの、もし本当は履き替えるんだけど、履き替えるの大変だから、はい、上足袋っていうのがあるんだ、あの、足袋の上に、はい、かぶせる、あの、うん、本手、ああいうのをお持ちいただいて、うん、で、もし脱ぐときね、玄関先でパパって脱げちゃうそれ、ね、はい、とすごく楽だと思います、はい、テストさん、失礼ありがとうございます。はい、いえ、なんかこんな格好で失礼いたしました。はい、今日前編はちょっとこういう形でアイテムを紹介しましたけど、はい、後編のね、次回はちょっと小物も含めてご紹介してますので、はい、そうですね、はい、実用もね、はい、したいから、はい、次回も引き続きご覧いただければと思います、はいはい、よろしくお願いいたします。こんな格好で今週は、はい、今週は終わりでございますが、はい、ぜひ次に続くんで、そうですね、今度も面白いですよ、はい、きっと、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。開かなきゃいけないんで、はい、これだと開かないんですよ。あの、なんで一回回します。おー、いいじゃないですか。回して、おー、一つ目